い、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、明石、そしてこの明石海峡大橋大倉海岸、皆さんご紹介します。今日行きますよ。こっちです。この放送は大阪ミナミのたこ焼き屋よりや文左衛門の提供でお送りします。JR 大阪駅から新快速に揺られて明石駅まで新快速で40分で着くのに。ウォンタナ商店街にやってまいりました。明石といえばやっぱりタコでございます。タコ焼きを食べる。明石を代表するウォンタナ商店街、奥までずらりと並んだ陳列の様子からウォンタナと呼ばれるようになったのに、上の棚よりもウォンタナといった方が威勢と活気がよく生きのいい魚を売るのにふさわしいのにゃから、自然とウォンタナと呼ばれるようになったのに。いやー、明石焼き屋ばっかりでどこ行ったらいいか迷いますね。迷うわ。中にタコの入ったお出汁につけて食べる卵焼き、それが明石焼きにゃ。熱いお出汁の中には三つ葉、おネギ、生姜、お店ごとに違いがあるのにゃ。食べ方ですけど、2つぐらい入れてね、八つ炊きにしてください、出汁の中で。そうすると出汁が中入って美味しくなります。
でっかいタコやね。明石の海が見えてる。めっちゃ魚いるんちゃいますよね。ここは明石駅のすぐそば、明石城跡を中心に作られた明石公園にゃ。うわ、鯉と亀が。明石城にやってまいります。櫓がね、白くて綺麗だ。イメージ色じゃん、赤チン色じゃん。あー、すごいな。本田、美濃の神、忠政の明石城。白鳥の湖。こんにちは。カメも鯉も鳩も全員集合やで。むっちゃ来た、むっちゃ来た。食われへんがな。JR 朝霧駅からすぐのところに。さあ、大倉海岸にやってまいりましたけども、いいですね、この明石海峡橋が。非常にね、車が見えますね。いいですね、いいビューポイントですね。じゃあ早速、暑いんで海中に参らせていただきます。さあ、この淡路島まで見える大倉海岸、ちょっと早速使ってみたいと思います。キラッキラッ。来ました。なんか不穏な雲が、不穏な雨雲が。
こっちは青です。三平です。よっしゃー。おお。わらび餅です。魚。おお魚。おお。魚。いやーこっちはすごい綺麗なお天気なんやけども、こちらは雨が降ってまいりました。雨が また晴れてきました。もう雨降ったり晴れてきたり、もうゆうだちんこがラッキーですよ。はい、大倉海岸のすぐそばには辰の湯さん、素敵な絶景の、露天風呂がございますので、皆さんこちらでね、さっぱりしてから入っていただきます。明石海峡がこの青、このブルー、そしてこのニャンですって、こんなに綺麗な景色ねえ、見ながら泳げるんですから、やっぱり大倉海岸、もうこの辺も海岸いっぱいありますからね、海水浴場皆さんいっぱいありますよ。あっちは淡路島です。そして皆さん、こちらにはラムーがあります。24時間ラムーです。登録してね。